どうした？せっかく2部屋用意してくれたんだから別々でゆっくり寝ようよ。何か約束を忘れてないか？お姉ちゃん命がけだったんだぞ。あ、おっぱい触らせろよ。は姉ちゃんの呪いだと思ってる。するなよっていう。さあ、じゃあジャンパー脱いで。触るということはつまりこういうことだからね。超えてた。アクさんはこっち。私じゃダメですかね。キルライト、あれでいいです。持つ漁りやがったな。取ってないんだからいいじゃないですか。トトリって呼んでください。名字はわかりません。好きな。どこに？え？なんてこと。違う。絶望のあまり目の前が真っ暗になったという。